フュージョン360は、デレ新しいクラウド技術を活用しとる、もん作りんための、マルキシ新しい CAD、CAM、CA ソフトなんよ。計まで何個ものソフトウェアがいりおった、開発システムを一元化して、コンセプトデザイン、設計、製造、管理までの工程を全部統合した、プラットフォームを提供するんじゃ。6つの機能をまとめてしもうた、フュージョン360は製造業に革新をもたらすんじゃわ。計までの CAD にはね、T スプライン技術を使うた柔軟なモデリングでや、無事 CAD の操作や構成でもアイデアをちゃちゃっと形にできるんじゃ。新しいデザインツールはデザインの可能性を広げるんよ。高機能な 3D モデリングツールで構想設計やら隣接設計を手合するんじゃ。履歴の残るフィーチャーパラメトリックモデリングじゃから直感的に設計を進めれて、後からの形状変更もやりやすいんじゃ。ほんまもんの可動域や干渉箇所アニメーションで前もって確認できるけ、現場で発生しよるやっちもね、組み立て図の手戻りを脳するんよ。経営まで違ったソフトでやりおった。T スプライン、ソリッド、サーフェス、メッシュいういろんなモデリング手法が扱えれるからや、リバースエンジニアリングの活用を加速させるんよ。素材の見た目や色、簡単操作で素早い比較検討できるし、クラウドコンピューティング使うて、でれえ綺麗なレンダリングも、高速に処理するけ、営業ツールやらプレゼン資料としても活躍すんじゃ。いろんな解析手法使うて、負荷のかかりおる箇所や強度をシミュレーションして、設計段階のミスを前もって検証するけ、試作の回数を減らして、より信頼性の高い製品を生み出すことが可能になるんじゃわ。フュージョン360の中で設計、解析、設計変更の一連の作業が完結しよるけ、設計者が素早い製品の品質を高めることができるんよ。設計が完了した後は、切削用のツールパスを作成し、工務負荷を抑えた高速切削でや、短い切削時間で高い品質の切削を実現するんじゃ。機械とワークの干渉を前もって検証し、安全な加工で機械の稼働率を向上させるんよ。せいからな、フュージョン360の中で CAD、CAM の作業が完結するからや、スピーディーな設計変更が実現するんじゃわ。クラウド技術を活用しとるフュージョン360は安全にどねえな時でもどねえなとこでもデータの共有が可能なんじゃ。ウェブブラウザーやモバイル端末やこうにも対応しとるけ、部署内や取引先とのスムーズなコミュニケーションを促進するんよ。製造業に革新をもたらしておるんじゃ、フュージョン360がや。最新の技術を使うた未来のもん作りんためのプラットフォームで、設計から製造までをシームレスに統合して、もっと効率的にもん作りを支援するんよ。構想を最速でプロダクトにしようや。